まあ、あとね年下の方々とこうやって一緒に共演することって僕はあんまなかったんで、まあ、あと兄貴って言われる柄じゃないのにずっと兄貴兄貴って言ってくる方もいたりして、だからさ筋トレした後俺とくんのやめてもらっていい怖いんだよマジでいやなんか言えよもう、ああもう怖い怖い怖いもう、まあ、すごく純粋でまっすぐな人なんですけど、どうも兄貴と慕いながら僕に結構いたずらをしてくるんでまあ本当にでもねこう慕ってくれてるのであの本当嬉しいですし、あの一緒にね東京帰ってきたからご飯行ったりもしてるんで、あの本当可愛がって一生ねこういろんなお話ができる中になれたらいいなと思ってますね。